料理人やめるよ。一生プロの厨房には立たないって約束する。二回戦のお題は洋食のメインだったよな。俺これ作るから。ユキヒラ見損なったぞ。お前にとって料理はそんな風に捨てていいものだったのかよ。お前が今まで奪ってきた道具100本、美まさかスバル成立だな。直撃エリナ様、無様な敗北を喫した私には私の意見も聞かずに。お、ユキヒラ先輩。東月学園中等部3年、新聞部の者です。へえ、新聞部ね。選抜でユキヒラ先輩を初めて見て感動したんです。分野として一人前になれるって思うんです。料理しろよ。取材お願いします。どうかお願いします。取材させてもらえるなんて。他の連中は午後も実習だし。その2つの柱で構成される料理、デミグラスソースを煮込むだけで2週間かけるとこもあるらしい。途方もない。この工程一つですでにとんでもなくいい香りが。香りを移した後取り出しやすい。おお、いい色っす。よし上がったぞ。わあ、濃厚。スプーンを当てただけで簡単に切れちゃった。はあ、はっ、おいしい。気づいたか、隠し味に白味噌を使ってるんだ。煮込みの最後に白味噌を加えることでその尖った酸味が丸くなって、俺が初めて親父に認めてもらえた品なんだよ。昨日美まさかに振る舞ったのも同じ品だし。なんでそんなことしたんすか。それを今の俺がどこまで進化させられるのか、これは俺たちの想像力の喧嘩だ。決勝でぶちのめすだけだ。ダメだな、煮込む時にスパイスを加えると主張が過ぎて優しい風味が尖っちまうし、肉味との食撃では英語肉にどう対抗するか、まるで自分自身との追いかけっこ。ユキヒラ先輩の料理を残すなんてできない。帰らないか幸子。え、手とか繋いじゃうのかしら。ハレンチだわ。あ、次の缶がない。まさか高校生にもなって思い人の一人もできたことないの。いつもヒサコが何でも用意してくれた。ヒサコったらやっぱり私のこと分かっているのね。待ってたわよ。あ、歓迎してもらえたみたいでよかったな。入っていいよって言われたから。アリス、ヘラ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 。ふざけないで。私の味見はそれほどの価値があるものなの。マジか。相手をしている時間はありません。私は忙しいの。まあ断られたら仕方ねえか。待ちなさい。お、報酬は金銭に限定しないわ。そこは王相談よ。デミグラスソースも自家製だ。隠し味は白味噌ね。どうですか、めちゃくちゃ美味しいっすよね。話にならない、滑稽だわ。このお題のことを。このビーフシチューが話にならないって。申し上げた通りよ。あ、試食して差し上げた報酬だけれど。ああ、まさかあそこまで全否定されるなんて。何のヒントも助言もくれなかったじゃないですか。そうかな。サーバちゃん、今日も美味しいよ。ユキヒラくん、あいよ、お待ち。俺はユキヒラ相馬。いつか親父を超えて美味しい。青春。お粗末。イメージトレーニングとは毎度毎度よくやるぜ。あの、ユキヒラ先輩、少し気分転換しませんか。久しぶりだな。そういや、合宿でのひなこ先輩の課題は憎み。どうした、なんかあったか。差し入れ。サンキューな、憎み。だからあんたのためじゃないって。とにかく牛肉のいろんな部位の詰め合わせか。さすが憎み。何も理解していない。え、でもこっからは取材お断り。しかし東月リゾートの総料理長が借り出されるのは仕方ない。哀れな東月の雇われシェフだからな。大丈夫かな、もう始まっちゃうよ。まだかな、まだかな。美まさか先輩のトレース料理に勝つアイディアは見つかったんですか。料理を楽しんでくるだけだ。ついさっき雪平くんが来たよ。
伝言を頼まれた。第一試合はまたしても直撃となりました。幸平選手がかけたのは陶月の卒業生にして出血経験者ばかり5名の方々です。勝利開始。包丁にガム吐き捨てたっていうあの野郎は気に食わねえけど、そのかもそう思うだろ。ええ、難しいかなって。それは口に入れて三口目で美味しいと思わせる味付けがベストだと言われているわ。印象的で強烈な味が必要になる。つまりこのお題では。それではお題の意図から遠ざかるばかり、今日はしかと見せていただく。どうやら幸平は八つなりの回答を見つけたようだぞ。小麦粉をつけ表面を香ばしく焼いてからじっくり煮込む。白味噌の風味を壊すことなくコクを深める。甘く濃厚な風味を持つクローブ、確かに。人参、玉ねぎ、セロリを細かく刻んでバターでソテーする。1週間前とは比べ物にならない美味しさになる。求められているのは。炎上するぜナキリ。幸平ソーマ、お前のレシピは。ビーフシチューの起源と言われるフランスブルゴーニュ地方の牛肉赤ワイン煮込みにも。まろやかなのにすっげー刺激的だ。スモークチップに使われたのは最も愛されるスモークチップの一つ。鋭い香りを持つため秘密兵器黒糖を使って。イブサキ並みの技術と知識じゃどうなってんの。そういうものそういうもの。ビーフシチューにおいて食べもしないで決めつけるなんて、あーやだやだ。何がデスだ、かわいこぶってんじゃねえよ。角崎、敬う相手を選んでるからだよ。要であるテール肉はトレースされ。じゃあお前に負けたら料理人辞めるわ。幸平先輩、幸平先輩の勝利を僕の号外で学園中に伝えるんだ。幸平先輩が試作にかけた日々、僕のせいで。料理を出してから聞きますよ。あれはいろんな肉の部位。数分茹でた牛タン、皮むき、ローリエでマリネ、塩と黒胡椒で下味、小麦粉を薄くまぶして焼く。あ、なんだ逃げやがったのか。あ、今組み立ててるんだ。幸平、なるほど。虚勢を張ってからの騙し討ち、事前に出し品を宣言して即興調理、何を作るか全くの白紙で戦いに臨む方法だ。なんだよ、やけに褒めてくれるね。信用してるからな。肉を仕入れたこともわかるよ。ツヤツヤとした光沢が皿を切り。うっせえ、さっさと食いやがれ。舌がとろけてなくなっちゃいそう。お前の思考は全て読んだ。即興で挑んでくることもね、5時間もの間いぶし続ける。それだけの手間をかけてこそ。時間と手間、その重さ。相馬くんが即興で調理することまで全部読まれてたってことね。これはまるでリング上で火花打ち出す肉同士のぶつかり合い、クロスインパクト大絶賛だ。浅はかだな、幸平。料理ってもんはな、ビニーに左右が無駄なんだよ。まあ、しっかり記憶に刻むとよ。何？俺だってこの一週間、お前のことをずっと考えていたんだぜ。さあ、どうぞ。お上がりよ。ふざけてんじゃねえだろうな。こんなビーフシチュー、見たこと。何言ってんすか。煮込み具合はバッチリみたいです。メスキータの魅惑の香りで育てた特製ベーコン。ガルニチュール。は、なに？右。歯ごたえのある牛タンとハチノス。これは一見無茶苦茶なように見えて、それぞれ適切な調理をし。どうしてそこまで？実は俺もさ、同じことを考えはしてたんだよね。一皿の上に集結するようなイメージ。つい今朝方たどり着いたんですけどね、プロが作る筑前煮はちょっと違うんすよ。素材ごとの色合いや風味を最大限引き立てるんです。幸平のお箱じゃんか。幸平てめえ、思いつきに任せた即興じゃなかったのか。その引き出しを総動員して
頭の中で構築し続けた。届かない領域。築き上げたのは雪ヒーランド。ねえ、今日のことずっと忘れないでいましょうね。話し合われ。思考を止めずにいたのは雪平の方だったようだな。雪平はそれを見事にこの一皿に凝縮してみせた。並びに直撃。審査員の皆様、雪平相馬選手直撃に勝利。そして決勝進出。俺のドレスをかいくぐれるものか。そう思うなら雪平ランド、そう、やりがいってく。本当にスバル坊ちゃまは器用でございますね。これはただの見よう見まねなんだからさ。これを見たら父さん、この店に信念なき料理などいらん。その数日後、ただ一つアレンジを加えた品で父に勝ってしまった。なんだ、料理なんて簡単じゃないか。日本最高の料理学校のエリートたちがなすすべもなく破れていくぞ。俺の下につけ、好きに暴れさせてやる。雪平相馬は全て元の持ち主に返すとのことだが、いいのだな。100本の包丁が料理人たちに返っていく。形見の品だったの。ありがとう、本当にありがとう。誇るものはもう何も残ってない。そっか、取りに来ねえの。残りの1本お前のだぜ、匠。だが次は負けない。君が一歩先を行くなら俺は2本いつか必ず取り返す。直撃で君に勝利してた。よーく聞けよ、美まさか。一回こっきりの勝負で明日も絶対に店は開けなきゃならねえ。こんな俺に料理を続けると言ってくれるのか。解きほぐれていく。乙女のような。でも相馬くんらしい。ようなきり。わきまえなさい。私は君のはるか上にいるのよ。